伝えるべきは愛情やと思うんですよね。ニューノーマル、時代が変わります。そして生きる上で多くの問題を抱えています。ですが私たちは忘れてはいけないものがあると思います。私はそれらを一粒の種に託したいと思っています。どのような時代も人は人として助け合い絆を深め生きてきました。その中に多くの思いやりがあったのではないでしょうか。もう一度振り返ってはいただけないでしょうか。私たちが教わった人としての在り方を、その思いを、そこから広がるものはきっとあります。美しい未来を私たち自らの手で次に託してはいけませんか。だからこそ、次の時代につなげていかなければいけないものがあると僕は思うのです。それは文明ですか、文化ですか、